やばい、時数超えちゃった。フォロワー1700人超えました、ありがとうございます。次は32分までですってかこう書きたかったんだけど、時数制限であれだった。くまりパパさん、ゆいにゃんとこで時間潰してたらコメントしまくって。くまりパパさん、そうやって、そうやってどんどんね他の人に流されていくんよ、もう。3度目です。皆さんこんばんは。次はちょっと切れちゃったんですけど、32分まで次をやります。そう、充電が本当に危ないんだけど。今 31% の状態でやってるんだけど大丈夫かな。30分なら持つよね。はい、足投げカウントよろしくお願いします。フォローもぜひしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、マットさん、星たくさんありがとう。こんばんは、お疲れち、ありがとう。次の部はですね、これ見せよう。次は、今3つ目だから7時2分から7時32分です。ちっちゃいね、こうやって見ると。ちなみに次は8時3分から8時33分までします。よろしくお願いします。あ、そう、最後に明日の予定立てたいなって思ってます。こんばんは。お疲れいちです。あ、マットさん、たくさんジュースありがとう。ごめんね、ありがとうございます。嬉しい、おいしそう。そう、リエもさっきさ、今日ヒータンと帰りにオレンジジュース飲んだよね。なんかポンジュースみたいなやつ飲んだ。首が痛い。ありがとうございます。そう、今ね、フォロワーさんもさっき見たら1700人達成してました。やったー、ありがとう。嬉しい限りです。本当に早かったね、またありがとうございます。本当にね、イベント内、そうだね、イベント内、次はそうだね、イベント中に何人達成とか決めた方がいいよね。何人ぐらいが妥当だと思う？何人ぐらいが妥当かな。1900人とか言い過ぎ。あ、クックさん、ココナッツありがとう。マシンガーさん、かわいい、ありがとう。トトミチさん、1万って空耳がひどすぎる。ハーフやね、本当？そんなことないよ。1800？ そうだね、確かに1800人にしとこう。もう6日間？1800人、そうしましょう。そうしよう。あ、カスコ、そう、カスミンにはね、そう聞いたんよね、イベント参加するって聞いたけど、カスコはねしないって言ってた。そういえばできたんよね、これが。今日マスキングテープも買ったから壁に貼り付けようと思って。あ、おお、そういえばさ、なんかさ、先輩方はさ、イベントが終わった後にさ、なんかお礼配信みたいなのしてるじゃないですか。それはさ、どう
どういう基準なの？最後のさ、ランキング、壇上を読むってこと？累計ランキング上位。あ、なるほど。累計ランキングか。ありがとう、教えてくれて TK さん、ありがとうございます。やばい、髪の毛ボサボサなのが見えてしまう。え、ここに貼ったら見える？見えないじゃん、カーテンに隠れちゃって。やばい、髪の毛ボサボサなのバレちゃうの嫌なんだけど、どこに貼ったらいいんだろう。ここやばい、なんか背骨がピキピキ言う。お、あれ上すぎたあ、やばいやばい、もうちょい下だね。リア君もここにいるからこう見えるの。この辺でいいかな。いけね、キラキラなんよ、ほら見て、可愛くない？キラキラなんです、可愛いキラキラのマスキングテープが100均で売ってる。買ってみた。あれ、やばい、自分に隠れちゃった。自分に、あ、ディエゴもっとこっち行けばいいんか。あれ動かない、ちょっと待ってね、痛い。あ、あれ、よいしょ。おー、あ、いいじゃん、ここでこれで見えるね。ね、私もオーディション感めっちゃあるなって思った。最後なんて書いたのか全然読めないじゃん。リーチって、リーチって呼んでくださいって書いたんだけど、あんまり見えなかった。あ、ととみちさん、真珠たくさんありがとうディズニーに行きたくなる。あ、石毛マシンさんもジェニーありがとうございますあ、なるほど、 TK さん貢献ユーザーって出てくるの、なるほどなるほど。イベントページに貢献ユーザーってのがあるんですよ。あ、じゃあそこでこうランキングに乗った方を最後お礼をすればいいって感じなんかな。なるほどなるほど、ありがとうございます。とみちさん、ハートたくさんありがとう。あルパンさんもハートたくさんありがとう。くまちゃんさん、レイチに首ったけ。ビンゴの神さん、 TK さんおるやん、だってお友達お友さん、イベントの貢献ユーザーね。なるほどなるほど、ありがとうございます。あれ、ちょっとかぶってるやん映画もうちょっと後ろに行くべきなのかな、うん、もうちょっとこっちにすればよかったね。ダイソーですはい、ダイソーです。かわいいよ、キラキラなんだよ、ほらキラキラのマスキングテープたけさんこんばんは。そばさんこんばんは、こんばんは、はじめまして。 ST48 3期研究生の藤井理恵です。こんばんは、来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってくださいコッシーだね、懐かしい。あ、ホワイトタイガーさん、はじめまして、こんばんは、来てくれてありがとうございます。藤井理恵です。今イベント参加中なんで、ぜひ星投げとカウントしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
このイベントでリーチですね、なってくれたら嬉しいな。とみつさん、リーチに首だけありがとう。リーチって剣でくださいって見えた？呼んでください。確かに剣でくださいにちょっと見えるかも。たくあさん、お疲れ一です。石毛マシンさん、こんばんは。やっとゆっくり参戦できます。本当よかった。お仕事終わったんかな。バリオスさん、星ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。そこだって。キッドさん、ありがとう、教えてくれて。高野さん、帰宅したのでここから淡々と星投げしていけますね。だって、 ありがとうございます。お疲れ様、お仕事。あ、ホワイトタイガーさん、フォローもありがとうございます。やったー。あ、ブロッコリー苦手なんですよ。そう、ブロッコリーは苦手だから。ブロッコリー禁止です。バリオスさん、かわいい、ありがとう。やったー。ありがとう。マークさん、君は埼玉の星だ。やった、嬉しい。埼玉の星。ありがとうございます。そう、埼玉出身なんですよ。はい、テロップ直します。なんか文字数超えちゃった。よろしくがいないのかな。うん、オッケー。石毛マシンさん、ハートたくさんありがとう。やばい、なんかさ、今日いつもよりもさっきさ、これ貼った時にさ、このカメラの位置も移動したからさ、めっちゃ上の位置にある。いつもよりたくさんカメラが。ホワイトタイガーさん、まさかの同い年。本当ですか、すごい、同い年。なかなか同い年の人なんて出会えないから嬉しい。ありがとうございます。やったー、仲良くしましょう、同い年同士。やったー、17歳コンビ。マークさん、フォローありがとうございます。ありがとう。ぜひぜひゆっくりしていってください。え、なんかめっちゃ肩こりなんかな。肩痛いんだけど。元気さん、こんばんは、こんばんは。あ、のんたんさん、真珠たくさん、またまたありがとう。本当にいつもありがとう。あ、ゆういちさんもハートたくさんありがとうございます。くまねパパさん、飛んで埼玉の2作目は見る。え、見たいな、見たい見たい。なんかね、飛んで埼玉映画館で見たことないんですよ。からさ、見に行きたいな、映画館で。
たまには違うのにキマリマコさん結婚してだって、結婚してありがとう、じゃああと1年待ってマダロさん、でも同い年かもしれない、本当に怪しい本当かバリオスさん、真珠たくさんありがとうございます、ありがとう、ゆっくりしてってね。あ、11月にやるんだ、え、見たいな。飛んで埼玉めっちゃ面白かったもんだって、一作目も。なんかで記憶力いいのか悪いのか分からんけどさ、なんか映画の話って結構すぐ忘れちゃうよね、なんでだろうか。面白かったってことは覚えてん、どこが面白かったって聞かれてさ思い出せなくない。キングダム見てきましたって、あ、いいなキングダム。そう、Dのね家族もさキングダム見てきたって言ってた。そう、私もキングダム見たいな、え、見に行きたいキングダム見たいな。そう、でも前作も見たんよね。前作は映画館で見ました。しかもね、何回見た？2回か3回ぐらい見ました。1回目は多分家族と行って、2回目はそう、2回目か3回目どっちか覚えてないんだけど、どっちかはおばあちゃんたちと見て、どっちかは友達と見ました、ね、そんなもんよね。意外となんかさ思い出してみるとさ、なんか忘れちゃうんよね。あ、ホワイトボード貼れるかな。これ、あ、なんかでも磁石ついてる。磁石ついてるけど、それ貼れない。薄っ。薄くてびっくりしちゃった。紙にしようかな、じゃあ。壁に穴開けるのはちょっと怖いからやめとこう。でも紙に書いたらさ、画用紙なくなっちゃうの。よし、普通の白い紙でいいか。薄くてめっちゃ薄くてびっくりしちゃった。見えなかったね。ちょっと白い紙にしよっか。ちょっと待って。やばい。どこまで映るのこれ。下まで映ってないよね。よいしょ。なんか服が。オッケー。ペンがあった。掃除機片付けたよ。そう、掃除機ね、映っちゃってたから掃除機片しました。もうあれ、今白い紙と掃除機見たかった。Dの掃除機見て何にもないよ
じゃあとりあえずさ、今日の時間を書きますね。どこ製なの知らない、わからない。ケーズ電機で買った。この色見えるかな、後ろまで。絶対見えない絶対見えないよね。絶対見えない気がする、こんなの後ろに貼っても。絶対見えんわこれは。はっ、絶対見えん、これは危ない。じゃあもうちょっとここにあってさ、後ろ貼ってみ。だってここよ、絶対見えんくない？こんなの絶対見えないって。やっぱ黒にした方がいいかな。あ、流星さんペンギンありがとうございます。やった。ありがとうペンギン。そうだね、黒にしようね。可愛い色で描きたかったんだけど、ちょっとこの色は全然見えなかったっぽい。え、黒で描けば見えるかな。あ、黒で描けば確かに見えるかも。めっちゃ上からかぶせて描くけど許してね。ついに充電が、あと充電が何パーだっけ、20パー切ったって言われた。どう、これなら見える？ちょっと怪しい。貼ってみよう一旦。え、どう、これ見えますか？私は目が悪いから見えないよ。オッケーだって。本当に本当にオッケー。あ、確かにこっち側がいいね。どこまで見えてんの。あ、ここまで見えてんか、すごい。なんか元リエチに首ったく、なんでそんなこと言うんですか。リエも言わんようにしてたのに。嘘でした、見えんですね、わかりました。
じゃあとりあえずこれからの時間だけ太く書きますね。懐かしいね。なんか懐かしいというか、やばいやばい。でも時間もあとちょっとになっちゃった。じゃあとりあえず一旦次はですね、8時3分から始めます。次は8時3分から。やばい、今喉がカロカロカロってなった。ホワイトタイガーさん首だけ、そうリエは、そうハッシュタグリエチに首だけでみんなに使ってもらってるんですよ。え、なんて言えばいいの、これリエチに首だけって何なの、ハッシュタグよね。じゃあリエチに首だけ、どう？これなら見えそうじゃない？あ、見えるやん。見える見える。いける。見える。見える見える。あ、そう、もう時間だ。そろそろ時間になりましたので。一旦ささっと今の男女見ますね。13位ルパンさん、12位ゆういちさん、11位高野人さん、10位くまねパパさん、9位マークンさん、それから8位マシンガンさん、7位のんたんさん、6位りょうがさん、5位ととみちさん、4位しけましんさん、3位うまたろうさん、2位りゅうせいさん、1位マッツさん、ありがとうございました。見えちゃうって見ていいやん。ありがとう。じゃあまた7時3分に会いましょう。じゃあねー。ありがとう。